釜江カズラとも、別れを告げ、また急な急道を下っていきます。なんか知らんがすごい道です。この通り車1台やっと通れる道です。どーっとカズラ浦の浜がだんだん見えてきます。魚兵昔は鍛錬原則でここまで歩いてきたものです。しかしすごい道ですね。新緑が綺麗ですね。こっちの奥の方にもいっぱいあるそうです。今日はここまでで、これでカズラ浦地区の道ですね。これでカズラ浦海岸に出ます。お、なんとパイナッポーの花が咲いております。あっちにもいっぱい咲いております。